おかずです。今日は、ミーティングです。何のミーティングかというとですね、ベトナムとこうつないでいるということはね、まあ、きっと新商品の開発系の、まあ、お知らせというか、そのミーティングをちょっとシェアをしようかなというふうに思ってるんですけれど、まあ、あの G ラボ代表の上田氏の方からちょっと最初スタートを切ってもらいましょうか。はい、ですね、今日はあれですね、あの、かねてよりとか昔ちょっとあの話題に上がったリフレレ、リフレレ、はい、エレキのウクレレ的なものをですね、はい、あのいよいよ本格的に開発をしていくと、そうですね、いうことで、まあ、それに関する打ち合わせをやってみようと思っております。うん、その後あのリフレレっていうのを、ね、動画でも公開していたんですけど、まあ、いろいろ試行錯誤をしていてですね、で結局今どこに収まっているかというと、そのエレクトリックウクレレというところに結局突き詰められつつあるんですよ。つまり前言ったちょっと弦のチューニングをエレキギターの、チューニングというのではなくて、今までこう G ラボガズレレで培ってきた、まあ、ウクレレのそのクオリティがすごい高いと、そしてまあそのもう今やですね、 G ラボのウクレレも信用も あるもうなんかなんていうのか、もう本当にちゃんとしたウクレレの製造メーカーブランドとしてですね、確立されてきた時にですね、まあ、これをですね、そのまんまエレキギターみたいに使えるもの楽器にするのがいいかなと思って、つまりはですね、あのチューニングとか弾き心地とか、あの弾き方はウクレレのまんまなんですけれども、要はサウンドホールという穴がない、響かない、要はソリッドボディと言われるエレキギターみたいな感じで、じゃあどうやって音を聞くのかというと、電気信号で、エレクトリックですね、で電気信号だからエレキウクレレ、そこなんですけど、要は生音ではペラッペラの本当響いてないんです。なんだけどこうコードをつないでアンプにつないだりヘッドホンにつないだりするとすごくいいよというようなのを開発してて、これは音をつなぐと音響はもちろんいるんですけど、もう一個いい効果があって、家で練習するときにはほとんど音出ないんで、その練習用にもすごくいいし、見た目にね結構面白いことがいろいろできるんじゃないかということで、リフレレプロジェクトが、どんどん進化していって、今どこにたどり着くかっていうと、エレクトリックウクレレに、進化しているというところが現状でございます。はい、まあ、あの今までこう多分ウクレレを弾かれてる方がもう難なくそのまんま、あのちょっとそのエレキ的なことが楽しめるみたいな、そうです、ね、雰囲気も、はい、あのやれますよということで、はい、っていうのと、あの僕もですね、あの実はあのビジネスホテルに持ち込んだりするんですよ、ね。ああ、そうね。でその時にこうちょっとその弾こうと思った時に、やっぱりこうその通常のくらいだと隣の部屋が、わかります。僕もホテルに泊まる時、さすがにちょっとね音大きいですよね。はいはい。でそんな時は本当にその生音でやったとしてみても、うん、全然やっぱりこう例えばその響かないので、うんうん、多分そういう意味はすごく使い勝手がいいんじゃないかなと。そうですね。だからウクレレの夜の練習とかにもすごくいいと思うんですよ。つまり響いてないからね。そうなんです。はいはい。で、あの、ね、弦の種類も、あの、本当は鉄の弦もいろいろ考えてやっていたんですけれども、あの、やっぱナイロンがいいんじゃないかと。やっぱ結局、弾き慣れてるし、やっぱりね、取り扱いも楽だし、皆さんもね、慣れてる方がいいかなということで。で、結局、ピックアップの種類がね、あの、もじゃくんの方からも説明してもらいたいけど、今までのちょっと、ボディに響かせるタイプのとはまたちょっと違うタイプだよね。そうですね。どちらかというと、まあ、ピックアップがついてる普通のウクレレ、まあ、市販されてる普通のウクレレでピックアップついてるっていうものに、まあ、一番多く採用されてる、まあ、通説、まあ、一般的には、アンダーサドルタイプと呼ばれる、まあ、コンタクトピックアップっていうものに、まあ、今回採用して、やっていこうかなと思ってます。ここの下のこのブリッジのここの下に板をこう振動を感知する板を張ってみたいな、そういうスタイルですよね。そうです、そうです。今までの G ラボっていうのはね、コンデン、あ、なんだっけ、ここになんていうのかな、張ってあるやつなんだよね。なんていうんだっけ。そうですね、コンタクト型、まあ、同じコンタクトですけど、今までのものはボディのトップ、ボディのトップの板の振動を拾うっていうものなんですけど、うん、今回、まあ、使おうと思ってるのは弦の振動を直接拾うというスタイルですね。よりエレクトリックっぽい感じになるよね、音はね。
そうです、そうです。なので、ボディが振動しなくても、その弦の、振動を拾うので、多分エレクトリック、ウクレレにも、使えるっていうタイプですね。まあ、そういう感じで、まあ、カジュアルに、まあ、そうすると結局どんなことが起こるかっていうと、皆さんエレキギターってみんな見たことありますか？ここにちょっと一個持ってきたんだけれども、ほら、こういうものですよね。エレキギターってここに穴が開いてないじゃないですか。それで、ここボディは、これ木の厚さなんですよ。で、これ、響かないの、全然。こうやって弾くと、ここでただ鳴ってるだけなんですよね。こういうウクレレになるということですね。はい。なんで、これだけで弾くと今やったようにそんな大きい音は出ないんですよね。でもこれを ここにジャックがあってここにアンプとかにつなぐとジャーンってこう大きい音が出るとか、まあ、そんなようなのがエレキギターの正体なんですけど、つまりその生音ではほとんど機能しないけれど、まあ、それが家の練習でもいいし、まあ、新しいこのサウンドをクリエーションするのもいいし、ヘッドホンでも出せるようになったらいいっていう話をしてるんですよね。そうですね。家でも、そしたらそれこそ出張行った時とかね、要は夜とかアパートに住んでる方とかヘッドホンでこう夜な夜な練習してもいいかなとか、そんなことですね。そうですね。はい、で今もう結構、進んでいて、まずやっぱデザインとかね、そうですね。そういうのもね、うん、だいぶやっぱデザインは結構遊べるんじゃないかなと思ってまして、そうですね。でまあ、普通に考えるとさっきガズさんが持ってたようなザ・エレキギター、そうですね、こういうタイプ、まあ、これエレキギターでもちょっと癖があるギターですけど、まあ、こういう形ってよくあるやつですよねはいはい、はい、こういうのはもちろんね、やりたいなというふうに思うんですけどね、ちょっと僕の個人的趣味としてですねこういうのを作りたいと思ってます。よいしょ、これはすごいですよ、ほら、じゃーん、すごいでしょこれ、このね、これ僕がもう大好きな形のギター、ランディ・ローズ V って言うんですけどね、これをですね、そのエレキウクレレでこうなんかこう再現できたら面白いかなということで、そういう計画がいくつかね、ボディのデザイン形状が今進んでるところですけど、どんな感じですかね、もじゃ君の方。そうですね、事前にマカさんと打ち合わせをして3つ、デザインを作ってくれという話で、まず1つが今のその尖ったやつですね。はい。これはすごいよ。そうです、そうです。ちょっとよくわからないかもしれないけど、ね、かなりパンチはありますね。かなりパンチ。で、モックアップ、模型を作ってみました。あ、いいじゃないですか。ちょっと見えますか、ね、かわいい。はい。で、まあ、事前に、一度作ったやつを手直しをまた加えて、ほう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 、なんかちょっとこの間のよりコンパクトになったように見える感じがするな。そうです、ちょっとだけボディ小さくして、でネックのジョイントの位置をずらしたので、ネックがちょっと長めに、なっております。これがさ、そのもじゃくんその形をさ、はい、この短い方の部位をさ、はい、足の間に入れたらさ、うんうん、結構安定しない？そう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 。まあ、まあ、普通に弾けますよね。案外普通に弾けますよ。これちょっとあれですね、ガズさんのギターで再現してもらった方がいいかもしれない。あ、そうそう。だから何を言ってるのかって話なんです。つまりこの V の字のここの短い方を置くんですよね。で、エレキギターの場合はここ長いからこっちすごくこうなるんだけど、ウクレレぐらいだとちょうどこの辺に来ていいはずだっていう読みがあるんですよ。なんで形はこんな形してて弾きづらいじゃんと思うかもしれないけど、きっとね、これ弾きやすいと思うんですよ。ちょっと黒いズボンに黒いギターだから分かんないかもしれないけど、これ上田さんに持ってもらいます。ここにこうやって、そう、こうやって弾くわけです。そうそうそう。そうするとここで結構安定しているというね、うん、そういうふうに思っているんですよ。はい。これは結構、なんか僕としてはかなり面白い、期待してるやつ。はいはいはい。そうですね。すね、同じ用途で、使えるもんだと思います。で、ちょっと今カメラで見にくいんですけど、うんうん、ピックガード的なものとか。まさにこれを再現しているわけですね。そうですね。そうね。これね。この中、この三角の。これで分かりづらい。そうそうなんだよ、ね。光の加減で。そう。V のやつとかね。そうですね。っていうのとか。まあ、その代わり、鉄の弦じゃないので、うんうんうん、このピックアップと呼ばれるものは、ついてないという。そこが面白いところですね。
で色もさ、なんか今はね、僕の持ってたのは真っ黒だけど、はい、ちょっとやっぱり木の雰囲気生かしたね、なんか色がいいなとかいう話になってて、うん、で、そうですね、でこの形、はい、みんなもさすごいなと思うかもしれないけど、皆さんも弾けるんですよ。同じ普通のウクレレですから、弾き心地は、チューニングとかネックとかはね。そうですそうです。で、まああのピックアップの、まあ、能力として、まあ、あとボディが、箱型じゃないんで、うんうんうん、エフェクターですよね。エフェクトが、うん、まあ、かけられると。ああ、そうね。ピックアップだから、その、エフェクターって効果音がかけられるってことです。そうです、そうです。エコーであったり、まあ、リバーブと言われるようなものだったり、ディレイと言ってみたら、そういうね。そうです。うん、で、いわゆる、エレキ的な、オーバードライブとか、うん、のディストーションとか、うんうん、そうね、ああいうのも、使えると。やろうと思えば使う人がいるかちょっとは分からないですけど、まあでもちょっと実験としてはいろいろ僕もやってみたいなと思ってるね。そうですね。で、その全部3つの提案の中で、まあ、もう1つが、こっちの、まあ、こういうタイプですね。うんうんうん、まあ、いわゆるね、そうエレキギターっぽい感じのやつですね。はい。また事前の、打ち合わせで、うん、いわゆるリバースヘッドというタイプだったりとか。それ普段はね、本当は反対側にね下がってんだけど、ちょっとその反対にして、それがひっくり返ってますよね。本当はね、片っぽに4つだとかっこいいんだけど、やっぱり設計上、その3対1の方が望ましいってことだよね。そうですね、こっちの、うん、やつ見てもらうと分かるんですけど、うん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 、ヘッドの大きさがだいぶ変わるんですよ。ああ、そうか。V の方がでかいってことね。うん、でかい、でかい。まあ、まあ、長いというか。そうね、はい。うん。で、このデザインで、まあ、同じぐらいの横並びにしようと思うと、うん、すげえでかくなっちゃう。ああ、なるほど。そうか。V の方がまだ細いからね、なんか、あれだけどね。そう、そうすると、このボディの大きさに対して、ヘッドが、いや、非常にでかくなっちゃう。なるほどね。っていう、まあ、バランスも考えると、まあ、こういうタイプの方が、まあ、いいんじゃないのかなと。V の方のさ、そのヘッドはさ、その大きいって言うけど、それをもっとちっちゃくして3対1にすることもできるの？ちょっと。細すぎてダメか。と、細すぎて。まあまあ、じゃあ、それでいきましょう。それ本当はそのままかっこいいからね。そうですね。これをこのままの方がバランス的にはいいのかなと。了解です。まあ、その感じですね。ストラットヘッドの方も、でも、まあ、全然いいんじゃないですか。それも形としてはね。うん、そうですね。で、まあ、そうね、リバースこっち向きになるんですけど。いいじゃないですか、いいじゃないですか。まあ、ちょっとボディの、見えますかね。ボディの方も、ピックガード的なものだったりとか。うん、その丸い、ま、今触ってるブリッジのその丸いのは何なの？これが、いわゆる、まあ、これ元にされてる、ジャズマスター。ジャズマスターっていう、ギターがあるんですけど、うん、ここに、テールピースっていうのが、まあ、ついてるんですよ。うん、金属のね。それを、それで丸っこく再現するってことか。まあ、それは、こう、木材の板で再現して、うん、例えば、なんかちょっとデザインはなんか、ちょっともう一回確認したいな。ピックガードはね、そんな感じでいいと思うけどね。うん。了解です。これなくても、まあ、問題はないですけど。う、ね、うん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 。弦をどっから出すかっていうアイデアはもうあるんですか？ブリッジ。この、ここから出しますね。その、下同士、その、トップから裏同士、裏同士です。あ、裏同士なんですね。うん、その、もともとの、元にしてるデザインが、まあ、をできるだけ忠実に再現するという意味で、うん、まあ、今回はこういうような感じになっております。わかりました。またちょっとその辺はもうちょっと詰めたところでミーティングするので。そうですね。OK です。まあ、大まかにはそんなような感じってことだね。そうですね。でも、あともう一つ。ボディの厚みがどんぐらいですか？ボディの厚みですか？まあ、2センチより、最低が2センチなので、うん、できる厚みっていうのが。なるほど。まあ、それより、まあ、ちょっと大きい。うん、まあ、2.5。そうか。じゃあ、本当のエレキギターとそんなには変わらなそうだね。そうですね。そんなには、むしろもうちょっと、まあ、薄くできるかもしれないですね。うん、なるほど。まあ、その辺はちょっと、本当に制作に入ってからの話だな。
そうですね。まあ、で、この3つの中ので、まあ、ラスト1つなんですけど、それまだちょっとこれからかかるんですけど、うんまあ、トラベル、要素のあるウクレレですね。うんはいまあ、それの方を、まあ、ちょっとここ、1日2日でこれからやっていこうかなと。ちょっと面白いんで、ちょっと僕が考えたんだけど、デザインだけはちょっとここに共有しておきましょう。今、画面共有で出しておきます。すごいでしょ、これ、ヘッドの形がボディになってるっていうやつなんですよ。まあまあ、これももうちょっとしたら、これみんなに公開できると思うので、これはもうちょっと今、デザインをやってるところということなんで、この3つを今、まあ、サンプルっていうか、進行してるところということだよね。そうですね、まあ、モックアップを作って、まあ、それを、まあ、日本側と共有して、まあ、ガさんたちと共有して、ちょっとここはこの方がいいみたいな、今みたいなこう話を詰めてって、うん、じゃあこれでいきましょうってなったら、まあ、サンプル制作に入るという感じです。モックアップっていうのは分かりやすく言うと、なんでサンプルですか？試し。モックアップ、昔あった携帯電話ショップにあった形だけ携帯で大きさとかはだけ分かるみたいな。例みたいなやつですね。そうそう。こんな感じですってみたいなやつですね。そうそうそう、はい、こんな感じですって。サイズ感とかは同じなんです。なるほど。まあ、ペラペラではあるんですけど。イメージが分かる。そうですね。コンサートと比べると、ちょっと見ますかね。はいはい。こういう。大きさの感じね。そうですね。っていうのが、まあ、現物にできるだけ近い状態で、うん、まあ、こう抱えて引きやすさだったりとか、うん、そういうのを、まあ、分かるための。了解です。まあ、じゃあ次のその、もう一個の形のモックアップも、じゃあ楽しみにしてるぞということ。あと、ヘッドホン端子とかつけられるかどうかって話もちょっと今してるんですよね。それただアンプに通せるっていうだけじゃなくて、それがちょっと知りたいところだね。うん、そうですね。うんそうですね、その辺もちょっと、うんまあ、考えてはいるんですけど、うん、とりあえず、まあ、できるだけその既存のあるその、まあ、そのシステム、そのアンプシステムっていうんですか、そのウクレレの中に内蔵するシステムっていうのをできるだけ使いたいので、うんまあ、そういうのをちょっとこう、まあ、サンプル的なものを取り寄せて、はいまあ、とりあえずそれを組み込んでみようという感じで考えてます。うんうん、まあ、一回はそのなんとなく木で作ってみてからってことになるわけだ、そうですね、順番としてはね。そうですね。うん、ちょっとこう一概にこう全体像をこう、まあ、このモックアップで作って、うん、でその中の細かなものっていうのは、まだこの次の段階に うん、なりますって。OK です。じゃあまあ、今のところは順調ってことだね。そうですね。これちなみに、その、金松さん、金松さん、はい、これスケジュールとかになってるんだっけ、はい、ここから多分川上さんと打ち合わせして、まあ、3ヶ月以内にはちょっと、その、実際に弾けるものをクワズさんの方にもお届けできればなと思ってます。OK です。まあじゃあ今のところの現状報告としてはこういう段階だということ。そうですね。でまたちょっとそのボディとかなんかその何とか形になっているというタイミングで、うんうん、ちょっとぜひちょっと見せてもらえればなというふうに思いますので。そうですね。また YouTube でもね、はい、おいおいたまにはいつもこんな会議をよくやってるんで、また皆さんに見てみていただければなというふうに思ったんですけど、はい、なかなかその興味深いというか、ね。楽しみなプロジェクトがまた始まっておりますんでですね、ぜひ皆さんご注目くださいということでございます。いいと思います。はい。そういうわけで、まあ、今回は、秘密の会議を、YouTube で公開にしているわけですけど、うん、まあ、お楽しみいただければというふうに思います。じゃあ、最後のお二人、よろしくお願いします。お二人、はい。暑いでしょうけれども、これからまた超暑いんだよね。また、殺人的な暑さがやってくると思うんですけど。はい、今は雨降り始めたんで。はい、じゃあまたつないでいきましょう。よろしくお願いします。はい、YouTube ご覧の方も、じゃあ、バイバーイ。